日はちょっとお忙しい合間を来ていただいてありがとうございます。引き続きまして南座様のマスコットキャラクターであるミナミーナも来てみていただいております。このミナミーナちゃん、皆様の左右にあります大きい大長寺をモデルとしております。3年前までは防火広報部長ということでしたけど、今はもう支配人ということで、すごい偉い方でございます。はい、それで最後になりますけれども、東山消防署の公式マスコットキャラクターである東龍くんも南ちゃんとの共演を楽しみに今日来てくれておりますので、ご紹介させていただきます。ご中の皆さん、ご迷惑かけます。ただいま年末の防寒運動を実施しておりまして、南座さんの前をちょっとお借りしまして広報活動を行っております。ご迷惑かけいたします。手を振ってるようなということでリクエストが出ましたので、にこやかに手を振ってるお姿をよろしくお願いいたします。高段です。本日は気温市地方部組合様のご協力を賜り、外出の広報を行っております。本日12月15日から御所並びと東山消防団です。本日は組合の舞妓様の料理を行っております。本日12月15日から31日まで全国一斉に年末防寒運動を実施しております。タバコの日は消したつもりでも消えていない場合があります。灰皿に水を入れ、吸い殻は冷めずに火が消えていくことを確認してから捨てます。消防署隣にご協力を賜り、該当広報を実施しております。本日は消防署並びに東山消防団です。本日はそれから東山署、この前に東山消防団です。お休み前には火の元確認をしましょう。
こちらは東山消防署並びに東山消防団です。東山消防署並びに東山消防団です。本日は放火による火災、タバコによる火災を防ぐようにしましょう。こちらは東山消こちらは東山消防署並びに東山消防団です。本日は日本新候補組合の舞妓様であるより子様、花子様のご協力を賜り、街頭広報を行っております。すいません、皆さん写真を撮られたら入れ替わっていただきますようにお願いいたします。こちらは東山消防署並びに東山消防団です。本日は南田さんの敷地をお借りし、街頭広報を実施しております。本日12月15日から31日の全国一斉に年末防火運動を実施しております。現在京都市内におきましては、コンロによる火災が非常に多く発生しております。調理中にはその場から離れないようにしましょう。また離れる場合は少しでも必ずコンロの火を消してから離れるようにしましょう。こちらは東山消防署並びに東山消防団です。本日は日本新地工房組合の舞妓より子様、花子様のご協力を賜り、街頭広報を行っております。また南座の公式キャラクター南稲ちゃん、それから東山消防署の公式マスコットキャラクター東龍くんの方が駆けつけてくれており、皆様に火災予防を行っております。これから空気が乾燥し、非常に火災の発生しやすい時期となります。お休み前には今一度火の元を確認してからお休みいただきますようよろしくお願いいたします。ちょっと雨も降ってきたようですので、街頭広報これで終わらせていただけたらと思います。すいません、皆さん写真撮影される方、歩道を開けていただくようにお願いいたします。広報の方を終了とさせていただきます。
それではお時間となりましたので記念撮影も終了したいと思います。この後防火広報ということで祇園新地広報組合の舞妓様の依子様、花子様とともに花見工事の方まで防火広報ということでパレードを行いたいと考えております。ただ歩道上歩きますので参加できる方だけ消防分団の皆さんと参加できる皆さんにご協力願えたらと思います。それではしばらく準備等がございますのでその場でお待ちいただきます。